南口駅ホーム、塚本駅は、大阪府大阪市淀川区塚本2丁目にある、西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。東海道本線の水田駅住まい期間の電気、運転開始と同時に営業を開始した駅である。当駅の尼崎方には、北方貨物線が分岐、合流するデルタ線があり、デルタ線自体も当駅の構内として含まれている。 これについては口述する。東海道本線については、JR 神戸線の愛称区間に含まれている。また、東海道本線の列車のほか、天ヶ崎駅から分岐する、福知山線に直通する一部の列車が停車し、この系統には、JR 宝塚線の愛称が設定されている。駅番号は、JR 神戸線が、JRA48。 JR 宝塚線が JRG48。ここでは前進である、宇多島信号場についても触れる。8行編成対大島式ホームに面四4線を有する公開機である。外側線に面するホームには安全策が設けられ、通常は乗降できず、実質的には相対式に面二2線になっている。このため、JR 宝塚線の電車のうち、 外側線を走行するものは普通列車でも通過する。直営駅で大阪駅の管理下にあるが、地区駅として駅長が配置されている。ただし、参加に置いている駅がなく、地区駅単独で存在という形態となっている。愛子家の利用エリア及び特定特市内制度における大阪市内に属する駅である。当駅の甘がさき方では、 北方貨物線の宮原総社場への改送線が分岐している。その北方貨物線はさらに、天が方で、東海道本線に合流しており、東駅天がさ駅、宮原総社場で、デルタ線を形成している。宮原支所からは、大阪方面と神戸方面の双方に出入りすることができる形になっている。このデルタ線そのものも、東駅の構内として扱われている。 上り線については、北方貨物線の分岐点に当駅の第一、城内信号機がある。その後は、デルタ線内に、第二城内信号機、大阪方宮原方の回送線の合流地点に、第三城内信号機、そして、ホーム手前に第四城内信号機があり、大阪方には、出発信号機も設けられている。当駅山ヶ崎駅。 宮原奏者上のデルタ線一方、下り線については、ホーム手前の信号機は、場内信号機ではなく、大霊閉塞信号機であり、ホームの尼崎方にある、出発信号機相当の信号機の方を、場内信号機として、宮原方への回送線を分岐させている。その後はいくつかの校内閉塞信号機が、デルタ線内に設けられており、北方貨物線の合流地点に当駅の、 出発信号機がある形になっている。そのため、当たり駅の旅客設備に限って言えば、上り線については停車場であるが、下り線については停留所扱いとなる。また、北方貨物線、大阪方宮原方の回送線ともに、外側線にしかつながっていない。北方貨物線と大阪方宮原方の回送線の分岐、合流地点は、運転取扱い上では、 塚本と扱われるが、独立した信号場というわけではない。日中時間帯は1時間に8本が停車する。朝ラッシュ時は本数が多くなる。東海道本線神戸方面へ出入りする系統と、隣の天ヶ崎駅から福知山線に入る系統が交互に停車する形になっている。ただし、JR 宝塚線の普通電車のうち、 外側線を走行する者は当駅を通過し、内側線を走行する者はすべて停車する。駅の運賃表の路線図でも大阪駅、甘崎駅は JR 神戸線と JR 宝塚線を重複させた書き方になっているが、塚本駅の欄は JR 神戸線側にのみ記載されており、当駅の案内標識や改札口の発車表でも JR 宝塚線の表記は使われていない。 そのため、当駅は JR 神戸線としてのみの駅で、停車する JR 宝塚線列車は、天川崎駅等を JR 神戸、京都線の列車として運転されているという扱いがなされていると解釈することもできる。2003年11月30日までは、JR 京都線直通の各駅停車でも当駅のみ通過するものがあった。 2019年度の1日平均乗車人員は19,027人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅の所在地は淀川区であるが、西淀川区の境に駅がある。西口は西淀川区である。この辺りは鉄道消火にも大阪へ出て、右左な種ならざる畑も、なしと謳われたように、 明治時代までは一面が農村地帯であった。その後民家や工場が立ち並ぶようになったため、駅が設置されたのである。大阪式バス出店。ありがとうございます。